さあ、記念すべき第10回目おめでとうございます。デート会でございます。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。みつでございますが、やっていきましょうか。天神実況森島遥編の仲良しルートです。第10回目はデート会でございますよ。さて、森島先輩と遊園地に行くのは初めてなのでワクワクが止まりません。はちゃめちゃが押し寄せてこなければいいですけど。ん？スカートマンか。僕も駅前で真似をしてみようかな。やめろよお前、森島先輩のトラウマになるぞ。てか遊園地に行くかどうかは知らないけど。暇だな。せっかくの休みだというのに。家にいてもしょうがないし、ちょっとブラブラしてみるか。行ってきます。まあ引きこもんないだけいいかもしんないね、俺みたいに。とりあえず駅前に来てみたけど、特に何も思いつかない。偶然誰かに出会ったりしないかな。いなさそう。まあそんなことあるわけないな。あの子かわいいな。声かけてみようかな。あ、いやそんなことできっこないよ。ん？軽薄そうな男が近づいてくぞ。ナンパか？違うみたいだな。あ、何かのスカウトみたいだ。楽しそうだ。そうか、スカウトを装えば普通に会話ができるんじゃないのか。バレながら冴えてるな。よし、そうと決まれば。お前それナンパじゃん、ただの。そこの君、いい体をしているね。逆にスカウトされた。君いい体してるね、はっはって。え、おお、近偶然だね。あ、森島先輩。じっと人混みを見つめてたみたいだけど、一体何してたのかな。いや、あの女の子が可愛くて。え、いや、それはそのナンパとは言えない。なんとかごまかさないと。こいつごまかしてばっかだな。特に何かってわけじゃないんです。なんとなく暇を持て余しちゃってて。あ、そうなんだ、ちょうどいいわね。え、ちょうどいい。実は私も退屈してたんだ。ねえねえ、二人でどこかに遊びに行こうよ。え、二人でですか。うん、いいでしょ。もちろんです。森島先輩と二人で出かけられるなんて、なんてラッキーなんだ。本当に？よかった。それじゃあどこ行こっか。え、せっかくだし、どこか面白そうなところがいいな。お、面白そうなところ。面白いところってどこだ。うん、君おすすめの場所でね。おすすめで面白い。うんうん。遊園地とかどうですか。遊園地ありきたりねって。しまった、違ったか。わーお、いいわね、すっごく面白そう。よかったよかった。本当ですか、よかった。最近行ってないしね。僕もです。よし、それじゃあレッツゴー。スキベストの時はあれだよな、ポートタワーにデートしに行ったんだったよね、確かね。で、到着。さーて、楽しむわよ。あれだよね、フェリーかなんかに乗って餌あげてたよね。はい。結構混んでますね。そうね、カップルが目立つわね。うん、本当ですね。先輩と僕もカップルに見えるのかな。いや、主人様と犬じゃないか。どうしました。私たちもカップルに見えてたりして。え、あ、はい。え、あ、いや、その僕も同じことを考えてたので。あ、そうだったんだ。あ、今日はなんていい日なんだ。それじゃあ早速何か乗ろうかね。そうですね。それじゃあ最初は、うん、観覧車とかどうかな。いいじゃないですか。え、観覧車ですか。そんな高いところにはとても行けないよ。あ、いや、ダメかな。ダメというか、その、じゃああそこの落下傘みたいなやつは。おお、いや、それもその、もう、あれもダメ、これもダメ。意地悪さんなの？そうだそうだ。いや、決してそんなことは。それじゃあ、君が決めていいわよ。それじゃあ、
あれはもしかして決めた？え、ホラーハウスだよな。うまくいけば森島先輩と。ねえ、決めました。わお、自信満々ね。どれ？こっちです。ついてきてください。逆に大丈夫かな、森島先輩が。ホラーハウス嫌がってない？大丈夫？ここなの？ほらね。あれ、もしかして先輩こういうのダメなんですか？ダメなんかじゃないわよ。ただただその何よ、行けばいいんでしょ？いや、そんなに無理しなくても。無理なことなんかないもん。そうですか。それじゃあ入りますか。薄暗いわね。暗くしないと雰囲気出ませんからね。なるほど、言われてみればそうね。先輩どうなるんだ？大丈夫ですか？もちろん大丈夫よ。それならよかったです。え、なんだなんだ、床が。ああ、またか。ああ、なんか柔らかいですね。もう、なんで柔らかくしてるの？驚かすためだと思います。おお、なるほど。ん？あ、早いな、登場が。我が財宝を盗みに来たのお前か。何？宝の番人か何かですかね。それはさすがの私でもわかるわよ。そうじゃなくって。我が財宝を盗みに来たのはお前か。2回行っちゃったよ。うお、先輩が僕の手を。驚かせないでよ。あ、幸せだ、ずっとここにいたい。あおー。何？何なの？え？あ、もう出てくるんだね。どうもこんにちは。うおー、早い、もうなった。先輩どうなるんだ今回は。大丈夫ですか？大丈夫だけど、なんか違和感が。え？あれ？先輩？どうしたの？いやいや、先輩、どこにいるんですか？ここよ、ここ。あれ？君すっごく背が伸びてない？え？先輩？ん？この、僕の目の前にいる可愛らしいポメラニアン。犬になった。もう何言ってるの？そんなことあるわけ。あ、手が。で、先輩なんですか？本当に？どうもそうみたいね。そんなバカな、先輩が犬に？しかもご丁寧に首輪とリードもついてる。夢でも見てるのか？まあ、出口に行けばきっと元に戻るでしょう。お、さすが落ち着いてるな。そうなんですかね。多分。そんな、多分って。もし戻らなかったら。まあ、その時はその時で。お、他の女の子たちとは違うな、落ち着きがあるな。なんて楽観的なんだ。四本足で走るのも悪くないわね。そうですか。他にもできるかな。よっと。すごい、前足で逆立ちですか。先輩すごいです。わお、褒められた。はい、本当にすごいです。あれ、どうしました先輩。なんか向こうからいい匂いがするわ。行くわよ。僕には何も匂いませんけど。人間の時にはわからなかったけど、今ははっきりと感じるの。さすが犬の嗅覚。そうなんですか。よし、行くわよ。ワンワン。ああ、先輩、待ってくださいよ。待てないわ。
そんなに激しく尻尾を振って走ったら尻尾が折れちゃいますよ。そんなことじゃ折れないわ。早い、見失いそうだよ。なんであの逆立ち歩きであんなに速く走る、すげえな。逆立ち歩きで走ってんの、すげえな。ん？待てよ、なんてこった、丸見えじゃないか。いやいや、僕は何を言ってるんだ。あ、先輩？バカなことを考えてたら身内乗ったよ。先輩は大丈夫なのか？しょうがない、探しに行こう。で、どこに行っちゃったんだろう。先輩？いないよ、参ったな。いた？森島先輩？助けて。あっちの方から聞こえてきたぞ。大丈夫ですか先輩？何をしてるんですか？罠よ、罠に引っかかってしまったの。罠って自分の首輪の紐が絡まってるだけに見えるんだけど。この紐が絡まって動けなくなる罠なの。早く助けて。いや、その自分で絡まって動けないのでは。違うの、こういう罠なの、うん、エジプトではよくあることなの。吉田くんか。島根ではよくあることですみたいな。そうなんですか、エジプトって。ん？あ、それよりも。はい。お願いだから早く助けて、紐が食い込んできついの。あ、はい、わかりました。よっと、はい、これで大丈夫ですよ。助かったわ、ありがとう。先輩。ん？どうかしたの？もう罠にかからないようにこのまま抱きかかえて進みますね。え？あ、うん、ありがとう。それ戻った時大丈夫か？じゃあ行きます。こっちでいいのかな。そうね、さっき感じたいい匂いには近づいているわね。本当ですか？あ、どうしたの？なんかいる。あそこにドーベルマンがいますよ。なんでだよ。なんでさ、アトラクションの中に犬がいるんだよ。あ、本当だ。あのドーベルマンも誰かの慣れの果てってかわいそうだな。ドーベルマンもかっこよくていいわね。かっこいいね。ワンちゃんになって改めて見るとすごくハンサムに見えるの。そうなんですか。素敵だな。心なしか森島先輩がさらに犬っぽくなってる気がする。早く元に戻さないと。行きますよ先輩。はーい。で、今度はなんだ。まだ出口が見えない。そうね。あ、ちょっと待って、私のこと下ろして。はい。どうしたんだろう。ワンワン。はい。ワンワン。どうしたんですか先輩。ワン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 。おー、喋れなくなっちゃったじゃん。まさか身も心も犬に。もう。あ、違った。あ、先輩喋られるんですね、よかった。私が一生懸命吠えたらここを掘ってくれないと。え？ここ掘れワンワンでしょ。ここ掘れワンワンですか。ここからすっごくいい匂いがするの。わかりました。いいのか、施設の中のものを掘っちゃって。あらあら。あ、これはスイッチか。押してみようか。そうですね、カチ。ゴゴゴゴゴゴゴ。大丈夫か、なんか転がってくんじゃないか岩でも。壁が開いていくよ。出口かもしれないですね。うんうん、行ってみようか。はい。で、あ、終わりか。ようやく出られた。
あ、森島先輩。ん？あ、元に戻っちゃったみたいね。え、戻っちゃったって。もう少しワンちゃんでの生活を味わってみたかったな。本気ですか？一人じゃ辛そうだけど、優しいご主人様が一緒だったしね。ご主人様って。ワンワン、ご主人様、お腹が空いたわ。おごってやれお前。そうですね。それじゃあとりあえず何か食べて、もう少し遊ぼっかね。あ、はい。次はなんだ。終わった。こうして思いがけず森島先輩と休日を過ごした。本当に夢のような一日。よかったね。夢じゃないよな。くそ、絵がもらえなかった。じゃあもう一日ぐらいは進められそうかな。アタックをしていかないとね。頑張っていきましょう。とりあえず寝る。さあ、早いもので残り1週間となりました。この1週間の期間を使ってイベントをこなしながら、この7つかある会話を使っていきましょうか。アタックのイベントが 1,2,3,4,5 あるので、さあ7分の5だね。頑張っていきましょうか。また図書室。さて行きましょう。運動でしたね。先輩は体力に自信ありますか？全くないわね。響ちゃんと一緒に運動してみてよくわかったわ。そんなに自信満々に？君も響ちゃんと一緒に運動すればわかるわよ。まあ塚原先輩がすげえっての可能性もあるけどね。そんなにすごいのか。で、ここだね。食べ物。地球最後の日に食べられるなら何ですか？最後か。難しいな。みんなに対して聞くんだね。でも、最後ならやっぱりお母さんのアップルパイかな。おう、アップパイ？アップルパイですか。甘すぎなくて、外はサクサクで、中は柔らかくて。もう話してたら食べたくなってきちゃった。すごいな、アップルパイか。へえ、手作りのは食べたことないな。どうしようかな。どっちがいいかな。これかな。先輩は合同コンボとかって行ってみたいですか？楽しそうだけど、知らない人といきなり食事するのもね。ねえ、そうですよね。下げてどうすんだバカチンゲ、このバカチンゲ。じゃあおしゃれかな。違うよね。そうだよね。くそ。じゃあ食べ物。先輩はおにぎりの具で何が好きですか？ツナでしょ、おかかでしょ、でも一番は梅干しかな。やべえ、俺どれも食べねえや。梅干しですか？ちょっと意外です。なんだかんだ言っても一番食べてるのは梅干しなのよ。梅干しか、食べれないからな。さあ、7分の1が消えました。さて、さあまだまだチャンスはあるとはいえ、さあ三つ選手やっていきましょうか。はい、次こっちといっても結局図書館なんだけどね。じゃあ娯楽でどうだ。おお、先輩ってどんな音楽を聴くんですか？スローテンポのまったりできる感じの曲が好きかな。へえ、なんか良さそうですね。その音楽を聴きながらベッドでゴロゴロするのが好きなの。いいね、まったりできそうな。食べ物のこっち側か。恋愛がよく入ってるな。森島先輩って意外とやきもちを焼く方じゃないですか？そんなことないわよ。この
の広い心を持った私がやきもちなんて焼くわけないじゃない、うん、今度僕とミヤで動物園に行くことになったんですよ。あ、それはダメ、ずるい。やきもちですよね。しまった、騙された。やるわね。そういうことか。じゃあここはマジか。まあ埋めるという意味でもしょうがないな。ちげえのかよ。まあいいや、下がんねえからいいや。でここだね。じゃあ行動か。森島先輩は本当にスタイルがいいよな。よし、すみません先輩、ちょっと後ろを向いてもらっていいですか。え、どうして。またか。背中にゴミがついてるみたいな。なんでお前背中見えるんだよ。え、本当。この腰のくびれからお尻にかけてのラインなんて完璧だよ。なるほどね。ゴミはあった。ああ、いえ、気のせいでした。大丈夫か。あ、そうなんだ。あれ、なんで君は私の前にいるのに背中にゴミがついてるのが見えたの。そうだそうだ。え、あーいえあはは顔。僕は先輩の後ろ姿を見たくなって、それで。え、なんで。その先輩のスタイルがいいので。そっか、そうだったんだ。もう意外といい感じだ、よかった。危ねえな。よし、もう一回図書室で先輩の手を舐めよう。そして敵になっちまえ変態。先輩のミニラーメン美味しかったな。ちょっと嫌がってる先輩がなんていうか、そのむむいいっていうか、なんというか、むむむ、また食べさせてくれないかな。あ、はい。どんな悪いことを考えてるのかな。え、悪いことって。僕は別に先輩の手を舐め尽くそうと。そういう顔してたよ。え、そんなことないですよ。本当に。じゃあどんなことを考えてたの。いや、先輩の手の味のことを。それは、その改めて先輩の犬になりたいなって。改めてワンちゃんに。はい。お前とんでもねえことをさらっと言うな。エッチ。そうだ。なんでですか。僕はそんな。ワンちゃんとか言ってるけど、私の手を舐めたいだけなんじゃないの。ええ、そうですけど、何か問題でも。そんなことありません。本当に。僕は手だけじゃなく体中。ごめんなさい、ちょっと口が滑りました。本当です。それじゃあ、お手。え？ほら、やっぱり嘘じゃないの。ああ、いえ、違います。ちょっと突然だったので驚いてしまっただけです。もう一度チャンスを。そんなこと言われてもな。お手。ワン。わお、素早いね。お任せください。グー、かわいいな、本当に。何かが間違ってる気はするけど、この居心地の良さがあればそれでいい。なぜなら僕は先輩の犬だから。じゃあ次は伏せ。うん、しゃいい子だね。お前覗く、覗、うん、おお、これはもう少し、もうちょい。なんてことだ、もう N ライフ最高じゃないか。こうして森島先輩に飼いならされた。最高と認めてしまっていいのだろうか。あ、特に騒がしくはしなかったのね。なるほどね。さて、少しずつ埋まってはいるんだけど、これが放課後になるから昼休みが最後かな。まあどれ使ってもいいや。じゃあ次これ。さあ今度は廊下だ。廊下で伏せするわけにもいかないしね。これ食べ物じゃないんだよね。
帰っちゃうかな。下手に埋めるよりはいっか。じゃあこっ、まあしょうがないな。帰ってしまうよりは外した方がまだマシだ。ここもかい。食べ物、森島先輩はうどん派ですか、それともそば派ですか。なかなかの難問ね。ちなみに君は。僕はそば派です。うどん、そば、むしろラーメンむしろじゃダメじゃん。あー、まあでもこれは面白いか。僕はラーメンですね。やっぱり麺の王様はラーメンだと思うので。あ、それじゃあ私もそれで。え、そんな適当な。だって決められないんだもん。ラーメンか。これ外してるんだよね。で、行動なんだよね。どうしようかな。まあ入れていいか。先輩の手って綺麗だよな。お前舐めただろ。よし、先輩の手を舐め、握ろう。どうしたの？いきなり私の手をじっと見て。先輩、もしよかったら先輩の手を舐めさせ、触らせてもらえませんか。別にいいけど、なんで？綺麗な手だなと思って。そう？そっか。ぎゅ、すごい、本当にすべすべだ。ねえ、もういい？あ、はい、十分満足しました。そう？ならよかった。大丈夫か、嫌がってないか？ならいいけど。さて、これは困ったね。これ入れざるを得ないよね、これね。だって外したら落ちるし。しょうがねえな。修学旅行の時に備え付けのテレビで。あるわけねえだろうが、このバカ人が。ああ、うん。同じ部屋の子が悪ふざけでつけたの。マジか。そしたら響きが顔を真っ赤にしちゃってさ。先輩は平気だったんですか？何が？一緒に見てたんですよね。もちろん平気よ。響きみたいに子供じゃないんだからね。ならいいけど。ほらね。まあしょうがないな。まあしょうがないんだけどさ。で、イベントだね。3枚しかないけど宝くじ売り場で当たりがあるか調べてみるか。当たるといいけどね。いくらかね。1億あれたとしても。あ、来た来た。あれ、森島先輩、もしかして僕に何か用事ですか？うん、そうなの。ねね、今日これから時間あるかな。あなたのためならいつでも時間を作ります。え、今日ですか？別にいいですよ。本当に？それじゃあさ、一緒に宝くじの結果を見に行こうよ。ああ、当選番号出たんですか？うん、今朝気づいたんだ。売り場の人に調べてもらえるのよ。せっかくだし、君と一緒に行こうかなって。そういうことなら喜んでお供しますよ。わお、いいお返事。ありがとう。それじゃあ行きましょうか。はい。で？で？当たってるといいですね。そうよね。楽しみ。あそこですか。そうそう、早く行きましょう。はい。こんにちは。すみませんけど、この宝くじが当たっているか調べていただけますか？ミス、宝おばが出てきた。今度はもういろいろいるな。食おばやとか店おばとか。はい、大丈夫ですよ。3枚の上作りですね。はい、お願いします。ごめんね、3枚とも外れ。外れですか。残念ですね。まあそう簡単には当たらんわな。残念。そうですね。なかなか当たるものじゃないとは分かってて買っても。はい、外れるとショックね。確かにそうですよね。つまんないの。先輩、このまま家に帰ってもつまらない。ねね、君は何か予定ある？僕は大丈夫です。それじゃあ、
ところは。あ、よかったらうちに遊びに来ませんか。お、わお、大胆な提案ね。お前は何をする気だ。その温かい紅茶でも入れますよ。ふーん、君のお家か。臭そうだからな思わず誘ってしまったけど、どうだろう。うん、すっごく面白そうね。それじゃあぜひお邪魔させて。あ、はい。あ、エッチな本とか探していい？もちろんですって。いや、それはちょっと。あるのか。ここが君とミヤちゃんのお家なのね素敵ね。素敵かどうかは分かりませんが。さ、どうぞ。あ、はい、お邪魔します。ミヤちゃんいないの？あ、その僕の部屋でも大丈夫ですか？うん、もちろん。兄弟以外の男の子の部屋って初めてだから楽しみ。え、そうなんですか？うん、そうだけど。おお、僕が森島先輩の初めての人。お前そういうこと言うな。なんてラッキーなんだ。ありゃ、どうしたの？森島先輩の初めてを僕が。ああ、いえ、なんでもないです。さあ行きましょう。わお、ずいぶんかわいい扉なのね。それ違うそこ違う。あ、そっちはミヤの部屋です。なるほど。へえ、いいね。すっごくかわいらしいな。僕の部屋はこっちです。うん、いよいよだ。どうぞお邪魔します。なんかいかにも男の子の部屋って感じだね。そうですか？でもちょっと意外だな。え、何がですか？臭くないからですか？思ったよりも部屋が綺麗だった。え、そうでもないですよ綺麗だよ。ありがとうございます。あ、そうだ、紅茶入れてきますね。わお、ありがとう。すぐ戻ってきますから。あ、ちなみにエロ本はそのベッドの下にありますから。慌てなくても大丈夫だよ。先輩が僕の部屋に。夢じゃないよな。こうしちゃいられない。急いで紅茶の用意をしなきゃ。そうよね。やっぱり男の子の部屋に来たらエッチな本を探さないと失礼よね。そうそう、この変態はいっぱい隠し持ってるからね探しちゃおっと。どこだ。ただいま。あら、ミヤちゃん来た。今の声って。あ、ミヤちゃん帰ってきたんだよーし、この間お兄ちゃんがやってたゲームの真似をしてみよっと。大丈夫かな。ふぅ、今日も寒かった。ご飯の前にお風呂入ろうっと。あ、でもその前に。え、ニーニー。もう私の学校での評判を教えて怖っ学校での評判ってすごい懐かしいな。キミキスじゃねえか。え、誰？お願い、私の学校での評判を教えて。ニーニー、ニーニーでしょ。これはトラウマもんだなミヤちゃんトラウマだろこれ。どんなゲームな何やってるんですか先輩。ミヤちゃんが帰ってきたみたいなの。あ、じゃあちょうどいいんでミヤもご一緒してもいいですか。そうね、私は大丈夫よ。おい、ミヤ。あれ、あ、
そりゃ出てこないよな、怖いもんな。なんだよ、帰ってきて早々寝てるのか。ミア、入るからな。ノックしたぞ。あ、引っかかれんじゃないか、大丈夫か。ミア、いないのか。え、あーあーあああ、ああ、ああ、いったたたたたた、なにすんだよ。ミニのバカ、バカ、え、バカっていきなり殴っておいてって、ミア半泣きじゃないか。な、泣いてなんかない。え、でもお邪魔します。え、森島先輩、大丈夫ミヤちゃん。先輩、よしよし、いい子ねミヤちゃん、おいで。なんだと。先輩、そこ変われそこを変わってくれ。まあとりあえず紅茶でも飲んで落ち着きましょう。ミヤも飲むだろ。え、うん、ああ、こうしてちょっとドタバタしたけど3人で紅茶を飲んで話をした。まったく森島先輩には困ったものだ。でも大変な一日だったけどすごく楽しかった。結局話したのかな、私だったよって言ったんだろうか。へえ、なるほどね。よし、ちょっと長くなりましたが今回はここまでにしておきましょうか。あとはアタックをしていろいろねイベントを回収するだけなので、あっという間にね最終回を迎えることになると思いますけど、よろしくお願いします。 Twitter とブログやっております。ぜひ覗いてみてください。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。